どうもタブヤンです。ナムコの三国志2、残すところわずかとなってきました。前回、劉将を滅亡させた曹操、今回は馬頭と戦いたいと思います。行くぞ。まず前回捕らえた光線を後ろに下げてと、忠誠度を上げましょうかね。そして、曹操が前に行く。さあ統治度も上げましたので、ついに出陣しましょう。馬頭と馬長がいるんですけど、いきなり馬頭本陣行きましょう。さあ曹操自ら出陣。曹操、巨長、太子寺、徐行、純育、宝刀、諸葛亮、曹操どうしよう、諸葛亮留守番にする。いや、諸葛亮というより純育軍師を留守番にしよう。行こう。金もたっぷり持って、米もたっぷり持って出陣。曹操対馬頭。こうなんか面白い陣形で待ってるな。あ、なんかだいぶ端っこからだねオッケー。さあ行くぞ。面白い陣形張ってるな。まずは宝刀軍師が偵察部隊、そしてついていくのは、誰にしよう。海遊かな。まず一番手海遊。海遊行け。まずは軽くひねってやる。全軍突撃。自爆失敗。打ち取れー、逃すなー。もうちょっとか。もう一丁。起きたな。我こそは海遊なり、一撃で食らわしてやる宝珠。打ち取ったり。まずは一人抜き。さあ次は誰だ。ガタン、あ、知力高いね。こういう知力高い武将はもうやっつけちゃう。がっぷり四つで勝負だ。全軍前進。やつも一歩前に来たぞ。自爆だ。よし行け。自爆成功。前進前進。打ち取れ打ち取れ。一騎打ちに持ち込め。よし来た。我こそは曹操なり。データ確認。ガタン勝てるな。鎧は同じか。武器が違う。かわされた。あら許せん。なんか罵倒されてる。曹操冷静。おお、41のダメージ、すげえ。攻撃だー、いけ。おお、めっちゃ強い曹操。ガタン打ち取ったり。アクライ天行くぞ。馬頭を倒すのにね、太子寺も前へ行きましょう。おっと、間に入ってくる。ここはね、計略エツキツ、頭割る頭割る。
どうしようかな。ちょっと怪我を負わせようかな。体力が8減りました。そして挙兵意味ないかな。妖撃副兵、よし、ちょっと減った。行こう。誰が行く？太子寺は、太子寺七星宝剣だからね、バトを倒したいから。そうだね、天意が相手しようか。アフライ天意行くぞい。全軍前進。アフライ天意、大将突っ込みすぎ。あ、やばい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 、これやばいな。ちょっと壮大天意前に行きすぎた。死ぬかもなこれ。アフライ天意どうした。踏ん張れ。騎馬隊がでも襲いかかる。おーっと、天意が体力43、大丈夫か。しかし囲んだぞ、敵も囲んだ。騎馬隊撃ち取れ、エツキスを撃ち取れ。おお、総大将自ら、さあ撃ち取れる、撃ち取ったり。部下を信じてたよ。天意レベルアップ。やったな。超月、うん、徐光様が相手だ。いや、この陣形好きになったね。総大将が真ん中突っ込むっていうね。超月だかなんだか知らんが、我は徐光なり。名前を聞いたことあるだろう。呪縛、よし、呪縛成功。前進前進。撃ち取れ、報復は許さんぞ。撃ち取ったり。一騎打ちするまでもなかったな。よーし、あとは関水、あー関水軍師ね、まあ、ギリギリ軍師っていう感じだよね。そして馬頭ですね。さすがに強いな、武力82。海雄連れていこう。海雄とさあ大将キラーの太子寺と、よし、たまには軍師も戦えるとこ見せてやろうか。爆炎したかったんだけどな。そうだね、じゃあ士気向上しようか。みんな頑張れ。軍師の知力対決では負けるわけにはいかんよ。わっと弓で撃たれてるポジションだ。ちょっと戦術あ、できない。あ、そっか、まだ士気が上がってるからか。あ、ポートを弓で撃たれてる。ちょっと突っ込みすぎ、ポート。戦術自爆、あ、失敗。ちょっと交代するか。戦力的交代。全然効かないな、関水。騎馬隊の攻撃が。マジか。わー、倒された。うっそ。頑張れみんな。やる気満々だな、関水。
て打て、みんないけいけ。全然効かないね。うそー、どうしたみんな、全然体力減らないじゃないか。あー撃たれてる、逆に。マジか、全身痛い痛い痛い。一騎打ちか、やってやろうじゃないか。経験は私の方が上だぞ。攻撃、なに牽制か、軍師らしい。じゃあ私も牽制だ。かわせ、ポートをかわせ。あいたたたた、やるな関水軍師。え、敵の方が上か、マジで。なんでいい防具装備してるのか、マジで。うわーやばい、これはやばい。戦術、説得。その体で戦えると思っているのか。無駄に命を捨てることはない、仕方がない、勝負は後日につけるぞ。あ、そっち系。やばいやばいやばい、それでは意味ない。あ、退却した。よしよしよし、もう追いかけるな追いかけるな。いや危なかった。砲塔レベルが上がりました、武力6。砲塔は新しい計略を覚えました。わお、水攻め連動、すげえな。もう諸葛亮超えてますねこれ。あ、退却していった。関水君主を捨てて逃げましたよ。オッケー、じゃあ行こうか。まず海遊が行くか。そして太子寺。あ、ちょっともう足りないね、機動力。待機。あ、やばい。あー、太子寺がなんてことだ。わー、あ、関水は体力回復しにお寺に行ったのか。そんなことしてる場合じゃないのにね。海遊行くぞ、突撃だ、全軍突撃。ああ、総大将自ら行った。海遊、武力は馬頭より上だ、いける。待機、さあ追い込んだぞ馬頭。突撃、総大将突撃だ。よし、ほぼ全滅させた。あ、いたあったあったあった。さあ我こそは海遊なり。データ見てみましょう。おー、いい武器防具持ってるな。しかし経験154ですよこっちは。百戦錬磨の海遊、わお。バトルの牽制か、こっちも牽制しようか。確実にバトルの死が近づいている。捨て身で来るしかないなバトル。おお、やるじゃないかバトルよ。牽制で君の命を削っていく。お、やるなバト。海遊撃ち取られたか。よーし、
じゃあ太子寺が行こう。七星宝剣の太子寺。参上。部下たちは待たしておこう。あ、バト逃げる。あ、死ぬんじゃない？追い打ちに遭い。退却しないか。バト無残な死に死が、あ、交代じゃなくて待機。バト無残な死が待ってるかもね。我こそは太子寺。え、退却死んじゃ、死んだんじゃないこれ。え、バトどうした。退却して死ぬなんて無残な、潔の悪い死に方するのか。バト呪縛。もう一回もう一回もう一回呪縛。あ、失敗。退却死亡。バト情けない死に方だな。七星宝剣使うまでもなかったか。完全勝利ですね。馬頭が死亡しました。当然馬長でしょうね。馬長が君主。オッケー。さあ長領の出番ですよ。出陣しましょう。長領軍。長領オソテイク。加工トン、加工園、加工欄、郊外、関東で行きましょうか。総費と書くか、留守番でいいか。行くぞ。全軍出撃。3000、4000。長領総大将に出陣。さあ、馬頭を失ったね、息子馬長の戦い。長領。おお、そう、頭割る。もうイノシシ武者として突撃ですね。そしてそしてテイク。そして加工、加工三、三兄弟。加工トン。水軍郊外。水軍関東。そして加工園、加工欄。テイクと水軍でまずは行くか。テイクと水軍ね。関東、そして郊外、この3人でまずは行きましょう。さあ馬長、怒り狂ってるでしょうね。馬長まず先方は、おっといきなり宝徳か。宝徳馬体、中性度はさほど下がっておりませんね。馬鉄、耐え抜きたちですね。これは手強い。ただしね、この水軍のところで川の上でやっつけたいね。さあ川に差し掛かれ。あー、川越しちゃったよ。まずいなこれは。これは計算外ですよ。うん、川に誘い込みたかったんだけどな。宝徳か、武力94。これ初めて敵の方が強いというね。まずいなこれは。テイク軍師、計略でちょっとダメージを与えたい。ダメか、宝徳頭いいもんね。わお、同
同じ出来に計略するのは3回まで。うわダメか、苦しいなこれは。ちょっと王宗も呼ぶか。王宗、水川を渡らない作戦やるじゃないか。くっそ、バテツ中性低いの全然いないね。バ軍団、あ関水ね、とどめさせなかったから。 OK、 じゃあこいつは、あ馬体知力高いな。ダメだな、ちょっと報徳だけでも。ここは通さないぞ、突撃だ、全軍突撃。やばい、討ち死にする。関東無双を出してくれ、関東無双総大将の意地を見せろ。うわくそー、強い、高徳強い。あちゃ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 あ、攻撃だ、よしダメージ与えた。うわうわうわ、余裕の牽制か。捨て身の攻撃いけ、あーちょー、かわされた、関東討ち死に。水軍なので平地、水軍なのに平地でくっそー、郊外が敵討ちますか。よし討ち取れるぞ、我こそは郊外なり関東の敵。よかった、捨て身の攻撃じゃなくて。よし牽制で倒せる、よし討ち取った。宝徳立派なやつだった。馬体か、ちょっと援軍を呼び寄せよう。大層郊外攻撃、命がけで突っ込め、郊外なんとか一騎打ちに持ち込むんだ、いけいけいけ。うわ囲まれたしかし馬体も来たぞ近くに。戦術、挑発失敗、もう一丁もう一丁、挑発挑発成功、よし一発逆転、狙え撃て、牽制か、はっはっは。そんなことをしてる余裕があるのかな。攻撃だ、当てろ、郊外奇跡を起こせ。あもう一丁牽制か、はっはっは。さあ行こう、セミの攻撃、郊外意地を見せろ、孫権軍の意地見せろ。かわされた、ハハハ、王宗、敵を取れ。全軍前進、さあ王宗囲まれてるやん、ちょっと頑張れ王宗、耐えろ、そして騎馬隊に任せろ。よし呪縛呪縛、あー戦術ポイント1、頭悪すぎるでしょ馬体を討ち取れ、騎馬隊頑張れ討ち取れ。あー全然効かないか、
聞いてるか。こっちもつつかれてるぞ。そうでしょう。よし、あと残り15。よし、やり返せ。王騒騎馬隊、よーし、撃ち取った。馬隊撃ち取ったり。お疲れ王騒、よく頑張った。さあ次は加工部隊で行くか。加工園、加工欄、加工トン、これ長領の出番もありそうだね。おお、加工欄、敵は加工欄対馬鉄、相手にとって不足はない。やばい、加工欄の方がダメージ受けてる。みんな頑張ってくれ、もっとダメージ与えろみんなで。うわー、全然ダメージ与えれない。あー、負けるー。バテツかー。データ見てみましょう。あ、バテツの方が1枚上ですね。かわされた。敵の方が1枚上。おお、2連続攻撃、コンボにやられてまった。加工欄討ち死に、おお、加工トンに攻撃していた。くそ、馬球を呪縛成功、返り討ちにしてやれ。バキュー打ち取ったり。さあ残すは馬長のみか。いや、みんな疲れた、ダメージ受けたな。加工園と長領自ら行くか。あ、近づきすぎた、失敗した。うわ、最悪だ。加工園が終わってしまった。なんてことだ、これ負けるぞこの戦。加工トン突撃、相手は馬長ですからね。なんて遠くまで届く弓なんだ。うわあ、歩兵死んだ、強。いやー、まずい、これは身動きが取れない。うっそー、挑発失敗。加工トン絶対絶命。うわー、ダメだ、加工トン。いやー、討ち死に、マジか。ちょっと加工園退却しろ。参ったな。王騒も退却しろ。食わずに行こう。突撃だ長領。
勝負だ馬長。弓が遠くまで届くね。総大将自ら来た。まずは待機でいこうか。騎馬隊が控えてるもんな。うちの騎馬の増援を待とう。あー負けた。増援どころじゃない、前進だ、全軍前進。いやー突っ込んだー、長領突っ込んだ。よし一騎打ちに持ち込め。あいたー、あー騎馬隊が前に。さあ一騎打ちに持ち込めない。あー打ち取られたー、敗北しました。なんてことだ。テイク退却。わお参ったな。今回はここまでにしたいと思います。馬長軍惜しかったね。一旦では倒せなかったか。しかしまあ勝利は確実なんでね、長領を失ったのは痛いですけどね、曹操自ら、攻めたいと思います。次回お楽しみに。さよなら。